どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、ニューヨーク57丁目セントラルパークの近くに来ております。本日はですね、こちらです。はい、ヒルトンミッドタウンホテルですね。まあ、今までね、なかなかずっと泊まろうかなと思いながら泊まってこなかったホテルなんですけども、まあ、前回ね、このヒルトンミッドタウンの隣のね、コロナットミッドタウン、ニューヨークにね、宿泊させていただいたわけなんですけども、今回ね、ヒルトンミッドタウンにとうとう宿泊させていただきます。まあ、なんでね、こんなに特別感を出してるかというと、このホテルはですね、非常にレビューが良くないんですよね。はい、ということなんで、かなりビビっておりますけども、今回ね、宿泊しようと思っております。まあ、ダイヤモンドステータスね、どういった感じで特典で受けられるのか皆さんにお見せできればなと思うんですけども、あのですね、このホテルはラウンジがあるそうなんですけども、今ね、ラウンジクローズしてると思うんですよね。はい、これもちょっと一応事前情報でいただいて、実際今どうなってるかはね、分かんないんですけども、おそらくクローズしてると思います。ですので多分ラウンジは利用できないんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、それ以外のところですね、まあ、どんな感じで利用できるかお見せできればなと思います。ということで行きましょう。いやー、楽しみですね。日本のツアーでね、星4とかのね、ホテルを選ぶと多分ここをね、指定されると思いますし、いろんなね、ツアーあると思いますけども、ツアーもですね、ここのね、1階の奥でね、集合場所になってたりと、かなりね、ツアーでもね、利用されるホテルとなっております。またね、地下1階に今ちょっとどうかあるか分かんないですけども、JTB のトラベルデスクとかもね、日本人の方がやってるデスクとかもね、ありましたんで、当時はね、私初めてニューヨーク来た時ね、ここでね、結構助けてもらった覚えもありますんで、かなりね、思いやるホテルとなっております。ということで、ひとまずね、チェックインもうできると思いますんで、チェックインしていきたいと思います。ただいまね、チェックインしていただいております。もうね、4時過ぎてますね。多分ね、チェックイン自体はできると思います。ということで、チェックインできました。エスカレーター、エレベーターどこだったかな。あ、あっちかな。はい、ということで、まあ、詳しい話はね、客室着いてから話しましょう。やっぱでかいですね。お客さんもめちゃくちゃ多いですね。ということで、客室まで行きましょう。ということで、今回ね、41275室ということで行ってみたいと思います。まだ私も中を見ておりません。よいしょ、よいしょ。はい、こちらになります。思った以上にいいですね。良くないですか。電気つけます。ということで、電気をつけました。いや、思った以上にいいですね。ちょっと左から見ていきましょう。まずこちらがですね、 LG のテレビ、大きいですね。多分60インチぐらいかな。はい、でこちらに電源タップ、いや、すごいな。AC のコンセント、これでもかっていうぐらいありますね。で、あとこっちにも AC のコンセント、全部で9ぐらいあります。8ぐらいあります。すごいありますね。で、こちらがミニバーですね。ミニバーじゃなくて氷入れるやつですね。はい、あります。で、この下に冷蔵庫、冷蔵庫ついてるんだ、いいですね。で、冷蔵庫の中は空です。はい、いや、冷蔵庫ついてるのはいいですね。ニューヨークね、ついてないホテル多いんでね。よいしょ。はい、これでこっちは以上ですね。で、こちらにコンセントがありますね。帳簿はちょっと後で見ましょうか。で、こちらに2人掛けのソファー、いいですね。ゆっくりできそうです。で、こちらにコンセントがまたあって、こちらに AirPods 入れれる。まあ、これは音楽が聴けるんでしょうね。iPhone で。はい、ジャックがついています。USB ポートとかはないですね。で、こちらが、はい、こちらがベッドですね。かなり大きいですね。はい、キングベッドですかね。いや、ありがたいです。枕も5つあります。で、こちらに電話とコンセントがありますね。それでは次に、こちらクローゼットですね。スリッパとかあるのかな。多分ないと思いますね。あ、なさそう。はい、アイロンとアイロン台はありましたけども、電気がつかないパターンですかね。ちょっと暗いですけども、アイロンとアイロン台とランドリーバッグですね。あと上に替えの枕とかがあったり、金庫がね、ついております。あと荷物置くやつとかね、ありますね。ではバスルーム行きましょう。はい、
こちらがバスルームです。どうでしょうか。これはいい、こういうデザイン、これこういうデザインなんだはい、こちらね、バスルーム、今入った瞬間これ年季が入ってこうなってるのかと思ったら、こういうデザインですね。はい、失礼いたしました。ちょっとびっくりしましたね。はい、お手洗いがあって、こちらに洗面台です。で、下にはゴミ箱とドライヤーが置いてありますね。で、アメニティはこちらヒルトンホテルということでいいですね。はい、いつもヒルトンのブランドのものが置いてあります。あとティッシュとタオルで、なんかあるのかな、これ違う、ただ置き台ですかね。はい、ということで、それではバスタブですね。バスタブはこの浅いパターンのやつですね。アメリカにはよくあるタイプ、まあ、あるのとないのだったらね、全然違いますので、ありがたいです。で、あと固定式のシャワーが1個ついている感じですね。で、反対側にはタオルがあるという感じです。まああれですね、浴室はちょっとね、客室に比べるとちょっとね、年季が入ってる感じがね、かなりしますかね。はい、という感じです。ということで、こちらね、ヒルトンミッドタウンホテルですね。本日一泊お世話になります。本日の価格でだいたいこちらの客室がスカイラインビューのね、客室にアップグレードしていただいておりますので、だいたい400ドルぐらいですね。日本円でまあ5万円から5万5千円ぐらいですかね。今ちょっとレートが悪いんで5万5千超えてくるかもしれないですけど、まあそのぐらいの客室っていう風になります。高いですね。はい、さすがニューヨークっていう感じですけども、ルームキーはね、いつも通りのヒルトンのね、ルームキーが採用されておりまして、ここはね、アメリカということで朝食ですね。今アメリカ本土はですね、フード&ビバレッジクレジットに切り替わってるんですよね。ですので、前回ね、コンラッドニューヨークっていう、コンラッドミッドタウンニューヨークね、この隣にあるホテル、去年の11月ですかね、12月か、はい、宿泊させていただきましたけども、あの時はね、朝食がなくて、フード&ビバレッジクレジット30ドルだったかな、一泊いただいて利用っていう感じだったんですよね。ですので、このヒルトンホテルに関しては一泊25ドルっていう風になってるんですけども、なんとですね、このヒルトンミッドタウンは朝食ね、つくみたいですね。はい、朝食券こちらいただきまして、このね、BB191 っていうアメリカンブレックファーストっていうのが利用できるという感じで、朝食ね、無料です。いや、これはね、かなり驚きでした。はい、ということなんで、ここはアメリカ本土なんですけども、朝食はね、ステータス特典で利用できるっていった形になります。で、冒頭に言った通りですね、このホテルにはクラブラウンジがもともとあるんですけども、やはりね、予想通りこちらのクラブラウンジは閉鎖しております。閉鎖っていうか、クローズですね。いつまでやってクローズしてるかわからないですけども、現時点ではクローズということでやってないそうです。で、その代わりに今ですね、35ドルのフード&ビバレッジクレジットが一泊ねについてもらえるそうですね。35ドルってすごいですね。うん。で、これが利用できるのがレストランもしくはバーということで、まあ今日の夜ね、バーでも飲みに行きましょうかね。はい、まあ、35ドルなんで、まあビール2杯ぐらいはいけるかな、ニューヨークでちょっとこれもね、難しいところですけども、はい、ちょっと料金表を見ながらね、見たいと思いますけども、一応35ドルのフード&ビバレッジクレジットを利用することができます。で、使えるのはレストランとバーで、ミニバーはね、見た感じミニバーなかったですよね。ないですよね。うん、ちょっと待って、コーヒーマシンもないですね。え、コーヒーマシンもないの。あ、コーヒーマシンもないですね。はい、ということで、このヒルトンホテルにはコーヒーマシンもないですね。いや、これは珍しいな。はい、で、ないです。はい、コーヒーマシンありません。ですので、ミニバーもないんで、ミニバーもまあ使うってことはまあできないですね、ないんで。ですので、まあ、レストランかバーで利用していただくっていった形になります。またね、Wi-Fi に関しては、まあ、いつも通りね、無料で利用することができて、まあ、見た感じね、お水も置いてなかったと思うんですけども、お水もですね、電話して持ってきていただくっていった形になっておりまして、ゲストサービスに電話してくださいということですので、後でね、電話してお水ね、いただこうかなと思います。っていう感じですかね。はい。いや、ちょっとね、ラウンジね、利用できないのは、まあ、事前情報としてね、まあ、知っていたので、まあ、それは別にいいんですけども、朝食ね、利用することができるっていうふうになりますんで、これはありがたいですね。うん。
あんまり期待してなかったんですけども、かなり嬉しいです。でですね、今回こちらね8万ポイントでね、ヒルトンポイントで宿泊させていただいておりましたので、まあ大体1ポイント 0.7 円ぐらいですかね。1ポイント1円まではねちょっと行きませんけども、まあそのぐらいでね利用することができるっていった形になります。いや個人的にはですね、ちょっとこのヒルトンホテルね非常にレビューが良くなかったのでかなりビビってたんですけども、どうでしょうかね、ぜひコメントいただければなと思うんですけども、非常に良さそうですね。うん、別にまあ、ちょっとコーヒーマシンがない点はねちょっと残念だなと思いますけども、まあまあまあそれ以外はね特に問題はなさそうですよね。はい、ということでこちらね一泊お世話になります。で夜にね、せっかくなんでね、このフード&ビバレッジクレジット35ドルね利用していきたいなというふうに思います。はい、っていう感じになります。ということでこちらにね一泊お世話になります。それではですね、客室っていうかねチェックインする際にねこういうスキャンコードをねいただけまして、これにアクセスするとですね、ちょっとねここに画面ね出しておきますけども、こういった感じでですね、ニューヨークヒルトンミッドタウンということで、まあ、こんな感じでね、見ることができます。これね、非常にわかりやすくていいですね。ヒルトンオーナーズのね、ステータス特典とかもね、見ることができますし、またね、メニューとかもね、見ることができますんで、このロビーラウンジっていうね、レストランで、マルガリータのピザだったら19ドル、ニューヨークバーガーだったら20ドルとかね、まあ、こういった感じで利用できるっていう風になりますんで、これは分かりやすくていいですね。はい、でまあお酒とかもね、全部料金書いてありまして、まあ、ビールとかね、16オンスでしたっけこれ、はい、ドラフトだと、11ドル、22オンスだと、15ドルということで、まあ、こういった感じでね値段も見れますので、まあ、今回ね私35ドルのねフード&ビバレッジクレジット持ってますんで、まあ、これからね選んで利用することもできるっていう風になりますし、まあ、ピザとかねハンバーガーとかもありますんで非常に利用しやすそうですね。はい、まあ、これにねタックスとか税金とか入ってきますんで、まあ、この点だけはね注意していただきたいなと思うんですけども、まあ、きっかり使わなくてもねある程度ね利用できるっていう風になりますんで、これはね本当に分かりやすくてめちゃくちゃいいですね。はい、ということでぜひねこのホテル利用される方はですね、この QR コードねチェックインする際にもらえますんで、これねスキャンしてぜひねチェックしてみていただければなと思います。私もねこれちょっと何も考えずにねビールでも飲もうかななんて思ってたんですけども、これでどうしましょうかね、ニューヨークバーガーとかでも食べに行こうかな。うん、これでね20ドルなんで、まあこれでフード&ビバレッジクレジットでねちょうど利用できそうなんで、はい、せっかくなんでこれ食べに行きましょうかね。はい、ということで今ね仕事ちょうど一段落して今アップロードしてて何もできないんで、ちょっと食べに行きたいなと思います。では行きましょう。廊下はねこんな感じになってます。やはりねめちゃくちゃでかいですし、まあこのホテルね上の方にね住まい、まあ、レジデンスもねついてますんでかなり大きいですね。で氷入れるね氷もらえる機械とかもねこの通路にありますんで利用しやすくていいですね。はい、ということでロビーの方に、ね、行きましょう。昨日ですねリッツカールトンノマドに泊まってまして、で今日ねこっちに移動してきたっていう風になりまして、もうねもう夕飯ですねもう4時半、ちょっと早い夕飯になっちゃいますけども、いただきましょう。はい、めっちゃお腹すきました。なんだかんだねチェックインチェックアウトしてるとね結構食べ損ねるんですよね。はい、ということでロビーに行っていただきたいと思います。ホテルの中はねこんな感じになっております。売店とかもありまして、このねお手洗いの前あたりがいろんなねツアーの待ち合い場所になっております。まあとりあえずここ来てね一番奥行ってお手洗い探せば見つけることができると思います。でここは何なんだろうな、ここはなんかゆっくりできるところですかね。はい、でこちらがハーバーズキッチン、これが明日の朝食会場はねこちらになっておりますね。ホテルはこんな感じになっております。めちゃくちゃでかいです。はい、でヒルトンクラブっていうねまたポイント数が違うねやつで泊まることもできるんですよね。多分一泊ね十何万ポイントとかかかると思います。下手すればもっとかかるかもしれないですね。でこちらがホテルのねロビーになります。まあ、こちらチェックインカウンターですね。はい、非常に大きいですよね。あ、ロビーラウンジここですね。ということで入ってまいりました。
あのね、気をつけていただきたいのはこのね、ネットのメニューと今実際ね、このロビーラウンジのレストランに来てるんですけど、値段が若干こっちの方が高いです値上がりしたのかな反映してないっぽいですね。はい、ということでハンバーガーと、まあ、ちょっと足出ちゃうんですけどビールにしましょうかね。両方で34ドル、多分足出ると思います。多分ここからチップ等々が入ると思います。 Yes, please, New York burger. Sure, how'd you like to be done? Medium? Medium. Medium, okay. Please. And, 何だっけ、Blue Moon beer. Blue Moon, I got you. No problem. Thank you. ということでハンバーガーとビールですね。ちょっと足出ちゃうと思うんですけど、まあしょうがないですね。はい、まあ、これで夕飯お昼代わりにしたいと思います。35ドルってでも結構すごいですね。これは多分ラウンジがやってない代替になってるのかなっていう感じですね。はい、まあ、ビールだったら2杯3杯でちょっと足出ちゃうぐらいですね。うん、まあ、悪くないかなと思います。ということでちょっと待ちましょう。ということで早速ね、ビールが到着しました。いや、めちゃくちゃ美味しそうですね。ブルームーンっていうね、ちょっとフルーティーなやつにいたしました。ということでいただきましょう。これね、店員さんがねわざわざついでくれる感じです。美味しいですね。で、あの、一緒にポテトもついてくるみたいで、こういったねマスタードとトマトケチャップも一緒にもらえるという感じです。いやー、お腹空いたんでめっちゃ美味しく食べれそうな気がします。いやー、個人的にはヒルトン、ミッドタウン、ニューヨークめちゃくちゃいいと思うんですけど、どうでしょうかね。まあちょっとホテルのね、あの新しさとかね求めちゃうとあれかもしれないですけども、ニューヨークの中ではねホテルの広さも結構広い方だと思います。はい、去年のね11月から12月にね宿泊したホテルね、動画見ていただいた方はね分かると思うんですけども、高いホテルでも狭いところは狭いですからね。ということでもうしばらくね待ちましょう。ということで来ました。いや、めちゃくちゃいいですね。はい、どうですか、フライドポテトめちゃくちゃたくさんある。はい、それとハンバーガー、めちゃくちゃうまそうですね。いやー、いただきましょう。では、いや、 やっぱりハンバーガーからいただきましょうかね。危な、トッピングは全部自分で入れる系なんですね。はい、こういうことですね。よいしょ、こういうことだ。いや、これすごいですね。どうでしょうか、いただきます。いただきます。これね、めちゃくちゃうまいですいや、これは間違いないですね。はい、超美味しい。あとポテトですね。揚げたていただいてるみたいで、熱々なんでめちゃくちゃうまいです。いや、これはいいですね。ビールといただいて、これは本当にめちゃくちゃ大満足ですね。ちょっとあとはゆっくりねいただきましょう。いやー、うまい。ということで、時刻はね夜の10時半ぐらいになりました。仕事しながら寝て、それを繰り返して今に至ります。はい、お風呂はね、あのご飯を食べて帰ってきてからすぐ入ってでっていう感じですね。はい、氷がね、あの自由に取れるっていうのはね結構いいですね。はい、あの氷をね、あのルームサービスに注文しなきゃいけないっていうもんね、まためんどくさいもんね。はい、でじゃあ頼んだらじゃあチップ払うのかっていう話もねありますし、まあ払わなくてもいいんでしょうけどね。まあ礼儀としてはやっぱり払っといた方がいいのかとか考えると、結局払ってお金かかってんじゃねえかみたいなね、っていうのはね結構ありますよね。ないですかねはい、ということで今日のところはですね、もうしばらく仕事して、休みたいと思います。ちょっとあとでね、あの今電気全部ついてるんで、後であのもうちょっと暗くなってからの方がいいですかね。はい、夜景の方もね、お見せしたいなと思います。もう真っ暗になってるかな。あ、もう真っ暗になってますね。ちょっと電気消しましょう。
明かりを消しました。いかがでしょうか。いや綺麗ですね。うん、一応こちらねスカイラインビュールームみたいですけども、はい、どうでしょうか。結構綺麗ではないでしょうか。いやいいですね。うん、まあなんかランドマーク的な建物が見えるかっていうと、まあそういうわけではないですけどもね。はい、ここ41階になっておりますんで結構高いですよね。うん、景色はねかなりいいですね。で下を見るとこんな感じでね、ニューヨークの夜の景色が楽しめますね。ということであそこは6番街かな。はい、まあもう一個奥はね5番街なんで、まあ5番街ではないですけども、まあこんなニューヨークのね街並みも楽しめる感じになっております。いやいいですね。はい、あんまりね窓が綺麗じゃないんで、もうちょっと汚く映るかと思ったらそうでもないですね。はい、めちゃくちゃ綺麗です。いやーこれ向かいとかお住まいなのかな、ホテルなのかな、ちょっと分かんないですけども、すごいな。まあ、こっちから結構見えるんで反対側からも丸見えでしょうね。うん結構くっきり見えますね。ということで本日の方はもうしばらくね仕事頑張って休みたいなと思います。いやーめちゃくちゃいいですね。うん、ということで今日のところはこんな感じで休みたいと思います。それではまた明日です。おはようございます。ただいま朝の8時30分ということでホテルの朝食いただきたいと思います。まあ、今回ねステータス特典で利用することができるということで、ヒルトン系列のねホテルは今ねダイヤモンドステ、ゴールドの、ね、ステータス特典の朝食特典っていうのはこのアメリカ本土に関してはホテルクレジットに本来切り替わってるんですよね。はい、前回、コンラッド・ミッドタウンニューヨーク利用した時も、切り替わってたわけなんですけども、このホテルはね利用できるということで、一体どんな感じなんでしょうかね。こちらハーバーズキッチンっていうのがあの1階の奥にありますんで早速ね行きたいと思います。で昨日ね仕事結構ね片付きましたので、ね、今日のところはねいろいろ行きたいと思います。ということでひとまずね朝食行きたいと思います。それではね朝食会場に着きました。私はですねフルアメリカンブフェットの、あのブレックファーストが利用できるということで、多分おそらくこれだと思うんですけど44ドル95セント6000円ぐらいするんですね、この朝食は。高っ。いややばいですね。ちょっと今ね並んでますね。これで待ちたいと思います。多分これが利用できるのではないかと思っております。いやこれはもし本当に無料だったらめちゃくちゃいいですね。ということで入ってまいりました。なんとフルブッフェですね。いやまさかの対応でかなりびっくりしております。いやこれはありがたいですね。ニューヨークでこの今フルブッフェやってるとこ本当にないんでね。はい、こちらは牛乳とマフィンとクロワッサン等々のパンですね。わあいいですね。ベーコン、ソーセージ、卵ですね。でこちらに調味料、マスタードとか、マスタードじゃないケチャップとかマヨネーズですかね。はい、こちらはバターとかもありますね。おおすごい、ラザニアかなこれは。ブレッドプリング違いますね。はい、プリンですね。はい、あとポテト、あとパンケーキ、おー、あとオートミールとかね、オレンジジュース、食パン、ベーグル、やっぱりニューヨークといえばベーグルですね。でこちらにフルーツとサラダ、サーモン、おメロンとかもありますね、バナナ、ブルーベリー、オレンジ、いやめちゃめちゃ種類ある。卵、ハムと、いやいいですね。あとこういったシリアルみたいなのもあります。ということでこちらはねエッグステーションがあるんですね。すごい、ちょっとスクランブルエッグ取っちゃったんですけど、せっかくなんでいただきましょう。あったかいものねちょっと食べたいんで。ということで取ってまいりました。なんとですねフルブッフェです。いやこれはすごい、まあ、品数ね見て、まあ、少ないって思われた方もね多いかなと思うんですけど、これはね今もうニューヨークでフルブッフェってほとんどないんで、一気にこれでこのヒルトンミッドタウンのね私の中での評価かなり上がりましたね。はい、ということでいただきましょう。取ってきたのはねもう結構フルで取ってきます。ソーセージ、卵、ポテト、ベーコン、ハムで、あとオレンジジュースね、あとフルーツ、ブルーベリーと、
いちごですね。で、なんとですね、エッグステーションまであるんですよ。やばくないですか。これはね、かなり驚きです。本当に請求されないかな、心配になる。でもね、チケット渡したらね、自分で取って食べてみたいな感じで言われたんで、多分平気だと思います。ということで、いただきましょう。いやー、すげえなー。あのスクランブルエッグね、取ったんですけど、その後にね、エッグステーションで作ってもらえることを知って、追加で取りました。追加でお願いしました。いやー、すごいですね。ニューヨークでエッグステーションある、多分ここだけじゃないですか。今のところ私が見てきた中でエッグステーションがあったのは初めてですね。はい、そういうことをいただきましょう。この熱々のオムレツ、うん、いや、やっぱ出来たてはうまいですね、うん、ちょうどいいね感じで、めちゃくちゃうまいです。あ、トッピングしたのは玉ねぎとトマトと、チーズトッピングしました。あとハムか。で、注文の仕方はね、普通にオムレツプリーズで、何入れますかみたいな聞かれるんで、指さして OK だと思います。いや、めちゃくちゃうまいです。これはいいですね。うん。今もうセットメニューですら、ニューヨークは朝食をね、やってないところが多い。ありがたいですね。じゃあ、ポテトは、うん、美味しいです。いろんなポテトの、これは炒めたやつかな、うん、美味しい。一応これもね、保温器に入ってるんで、あったかいことはあったかいです。で、ここはね、ニューヨークの朝食会場なんで、冷房ガンガンです。私はまあなんとか短時間だったらっていう感じですね。ここ多分長時間いたら寒いと思います。すごいな。あとサーモンと玉ねぎもいただいてきました。うん、うまいですね、うん、はい、ということで、あとはね、ゆっくりいただきたいと思うんですけども、めちゃくちゃいいですね。これはね、いいですいいですしか言ってないと思いますけど、かなり驚きです。ということで、外に出てまいりました。今日ニューヨークはね、最低が23度ぐらいで、最高は30度ぐらいなんですよね。ですんで、まあ暑いですけども、日本まで暑くないっていう感じですね。はい、ということで、ヒルトンミッドタウンの朝食めちゃくちゃ良かったですね。おそらく去年の11月から、まあ、ニューヨーク結構泊まってきましたけども、その中で一番良かったんじゃないですかね。まあ品数はね、少ないって思った方多いかもしれないですけども、ニューヨークではかなり良い方だと思います。いまだにCOVIDテストやってるんですね。ちょっと有料かどうかわかんないですけど、まだ街で受けられるのはいいですね。うん、ありがたい。まあアメリカの感染者は多分増えてると思いますんでね、うん、増えてるけど対策はしてないみたいな、そんな感じだと思います。いやー、気持ちいい、ちょうどいいぐらいの気候ですね。今ハーパンに T シャツでちょうどいいです。暑くもなく寒くもなく、ちょっと日向に行くと暑いかなぐらいで。ああ、 COVID テストめちゃくちゃあるな。やっぱり感染者がちょっと増えてるからですかね。またありましたね。あ、ゼロコストということで、やっぱり無料ですね。もしかしたらあれかもしれないですね、アメリカの社会保障番号を持ってないとダメとか、もしかしたらそういう制約があるかもしれないですね。いや、ちょっとヒルトンミッドタウンね、そんなに今回ね、期待しないで来たんですけど、良かったですね。あとはもうチェックアウトの時に、一応ね、リゾート料金がかかるんですよ、ヒルトンミッドタウンって。30ドルだったかな、はい。それがまあ、それがどうなるかっていうところですね、はい。一応ね、ヒルトンはリゾート料金はステータスゴールド以上だったかな、はい、かからないんですよね。ですので、おそらく取られないんじゃないかななんて思ってるんですけど、ちょっとこればっかりはね、なんとも言い難いところですね、はい。そこはちょっとチェックアウトの時に確認して、これでリゾート料金30ドル取られてたらもう意味ないですからね。
あの昨日食べたニューヨークのハンバーガーは普通に有料で食べたのと同じになっちゃうんで、そしたらあんまり意味ないですけどね。ちょっとそこもね最後確認していきたいと思います。ではちょっと今日はねとある場所まで行きたいと思ってますんで、テクテク歩いていきたいと思います。あ、そうそう、レイトチェックアウトなんですけど、残念ながら今日はね1時ということで、今日ねちょっといろんなとこ回りたかったんですけど、ちょっと今日あるところに1箇所行って、で今日のところはひとまず1回ホテル移動して、考えたいと思います。いや残念、これでレイトチェックアウトが使えたらもう言うことなかったんですけど、残念ながらね1時間だけということで、はい、ということでちょっとね急に動画止めちゃってすいません。あのですね、ホテルね好きな方はね結構知ってると思うんですけど、アマンニューヨークホテルっていうのが、8月2日おととい開業したんですよ。それの入り口はね多分ここら辺にあると思うんですけど、今ねそこに入り口っぽいのがあったんですけど、アマンの文字なかったな。多分ね入り口はこれだと思いますね。あそこですね。でもアマンの文字がないな、違うのかな、聞いてみる。 Excuse me? This is Aman New York? Yes. わー、すごい。やはり場所はねここみたいですね、アマンニューヨーク。いやね、ネットの記事だとね8月2日に開業っていう話だったんですけど、残念ながら延期してるのか、もしくは私の情報が見間違えたのか、どっちからは分かんないですけども、ね来週オープンみたいで、まだねオープンしてないということでした。いやめちゃくちゃすごいとこにできるんですね。ここすぐねそこが5番街 でここにブルガリとかねある、本当に高級ブティック街なんですよね、この5番街っていうのは。いやこんなとこにできるんだ、いやー、泊まってみたいな。来週以降オープンするそうなんで次回行きたいですね。いやもう泊まるって言い切りたいところなんですけど、あの一泊の価格がですね衝撃の、55万円ぐらいからなんですよね。4000ドルだったかなやばいですよね一泊4000ドルのホテルってやばいですよね。一体どんな待遇をしてくれるのか、アマンニューヨーク。いやちょっと興奮してしまいましたね。私ねこっち側に入り口ができんだと思ってたんですよね。ここは5番街の通りで、ここはメイン通りで、まあ、ここにブルガリとか反対側にはね、ビトンとかねあるような場所で、斜め向かいにはねトランプタワーもあるところなんですけど、いやこっち側じゃなくて入り口はそっち側なんですね。ということで、いやこっち側じゃないんだ入り口は。もしかしたらこっち側にも裏口みたいのができるかもしれないですね。いや非常に楽しみですね。ということでちょっと興奮してしまいましたけども、本来の目的地に向かいましょう。いやこんなところにできるんだ。ちょうどここは5番街で、向こうがセントラルパークになっている場所ですね。はい、向こうにアップルストアの本店とかプラザホテルとかがあります。はい、ということで、いやめっちゃ興奮してしまいました。ここはティファニー本店ですね。はい、改装されてめちゃくちゃ綺麗になりましたね。多分上にお食事できる場所があると思います。ここもいつか行ってみたいと思いながらなかなか行ってないですね。いや日差しがめっちゃ強くなってきて暑いですね。本来の目的地に歩いていきたいと思います。ということで本日のね、目当てのお店に着きました。はい、ということで映っておりますでしょうか、こちらです。100円均一のダイソーです。はい、なんとですね2022年の7月の末だと思いますけども、このニューヨークにですねダイソーがオープンいたしました。いやーすごいですね。まあニューヨークにはですね実はっていうわけじゃないんですけども、ダイソーはですねこのマンハッタン島以外にはねあのダイソーあったんですけども、このマンハッタンにはまあ初出店ということで、こちらね57丁目と3番街あたりにあるんですけども、ちょっとねあの高級住宅街なのは間違いないんですけども、ちょっとメインの道とはね5番街とかちょっと離れておりますけども、ここにねダイソーができたということで本日ねやってまいりました。で日本の場合はですね100円均一ということで、基本的に何でもね、まあ、110円、まあ、中にはねあの500円だったりするものもあるんですけども、まあ、基本はねあの110円で購入することができますよね。ニューヨークの
ダイソーは一体いくらで購入できるのか、ちょっとね品物見に行っていきたいと思います。ではね、お店の中入っていきましょう。いやーすごいですね、見てください。これうちの息子とかめちゃくちゃよくやるんですけど、とうとう値段がもう見えてしまいましたけど、普通のものは1ドル99セントということで、日本円でまあ300円ぐらいですかね。いや面白いことにそのまま日本円で書いてあるんだ、でこれの価格表に見て買うと、だからこの椅子だと440円なんで 5.5 ドルになるっていう計算ですね。いやまさかですね、あの表記もアメリカ表記になってるのかと思ったら、まさかですね、はい、もう本当に日本の商品がそのまま置いてある感じですね。いやこれはねめちゃくちゃ安心感あるここの中はマジで日本ですね、はい、あやっぱりあったお茶です。そうそう、ちょっとねお茶飲み物持ってないんでね、お茶買おうと思ったらありがたいですね、まあ、水でもよかったんですけども、せっかくなんで。でも値段がやばい、多いお茶が3ドルする。まあしょうがないですね、はい、いやいいな、ワンちゃんの入店も OK なんですね、衝撃です。いやでも置いてあるものは本当に日本で見たことあるものばっかりですね、はい、日本の飴もありますし、ガムもあるし、これもしかしてカップラーメンとかもあるのかな、あるんじゃないですか。ここにカップヌードルって書いてあるけど、カップヌードルないんだよ、ないのかな。ちょっと見てみましょう。わあすごい、ポッキーとかプリッツとか本当に日本で置いてあるものはそのままありますね。いやーすごい、いやーこれはね日本人の方いいんじゃないですか。もう何かあったらダイソーを送れば何でもありますよ。こういうアルコール消毒ティッシュね、はい、もうレストランでも出てこないんでニューヨークは。まあちょっとここだと6ドル 5.5 ドルぐらいしますけども、でもいいですよね、綿棒とか。なんか困ったってものがあったら来るのがいいんじゃないでしょうか。すげえいやージャパンクオリティがそのままですね。いやここは日本ですねいやーすげえ、これは衝撃です。いやめちゃくちゃいいじゃないですか。いやここは日本ですね。いやこれはテンション上がる、うん、めちゃくちゃいいです。だから日本のものの細かいものが欲しくなったら本当にここ来れば何でも揃いそうですね。もうヘアバンドから櫛、消毒液、綿棒、眉剃りとかまでありますし、歯ブラシとかもあるのかな。歯ブラシはないのかな。そうそう、ニューヨークはねホテルに歯ブラシもついてないんでね、歯ブラシはなんかあるのかな、売ってないですね、はい、でマスクとかね、はい、不織布マスクまで売ってますんで、カイロまでありますね、杖とか。いやーこれはすごい。もちろんダイソーは写真カメラ OK なんで。ということでせっかくなんで、あーカップラーメンがある、これはもう買うしかない。今日の夕飯ですね、間違いなく。いただきましょう。どれがいいかな、ちょっと迷いながら買いたいと思います。いくらするんだ、あでも3ドルなんだ、そんなに高くないですね。ニューヨークでラーメン普通に食ったら10ドル超えますからね。はい、ということで軽く買って出たいと思います。いや楽しい。レジはねセルフレジが採用されておりますね。物をここでねスキャンして、であれですね、カードを押して会計するという感じですね、はい、残念ながらですねアメックスとアップルペイは使えないみたいですね。ちゃんとそうですね、ちゃんといらっしゃいませって日本語で出てるんです。ちょっと映ってなかったかもしれない。へえ、セルフレジなんだ、いいですね、はい、レジも普通のレジもあるんですけど現金しか使えないみたいですね。 OK です。ということでちょっと調子乗ってお茶とカレーとカップ麺とコーヒーいただき買いましためっちゃアホですね。これで1200円です、まあ、ちょっとテンション上がっちゃったんで許してくださいということで出てきました。いやめちゃくちゃね店内は日本でしたね。ちょっとね13時チェックアウトなんで、今11時ぐらいなんですけど、
一旦ホテル戻ってあのパッキングだけねしてあのホテルね移動いたしたいと思います。やはりね続々とお客さんがね入っていきますね。話題になっているんでしょうか。いや嬉しいですね。日本のねあの商品が欲しくなったらぜひここ来てみてください。概要欄に馬車載せておきます。ということでちょっとねストレートでホテル戻るのもなんかもったいないなと思って今ねアップルストアの本店の前に来てます。反対側ねプラザホテル、ここにアップルのねこのアップルストア本店があります。その前にねベンチがありましてここでちょっと一休みさせていただこうかなと思っております。 UCC ブラックコーヒーちょっとね誘惑に負けて買ってしまいました。まあウーロン茶も買ったんですけど、いやなんかこのニューヨークでもう日本語も聞かないし日本語表記も見ないし、まあ、そんな感じの場所で急に日本語のものたくさん出てきたらちょっとテンション上がっちゃいますね。いただきます。いや日本で飲んでるのと同じ味がこのニューヨークで楽しめるってのは本当に最高ですね。うん、いやダイソー流行るだろうな個人的には。うん、多分日本の旅行者の方も知れば多分来る方多いでしょうし何かあったら来ますよね。うん、いや100均みたいなのお店は私も一回動画でね紹介したことあるんですよ。もう本当に同じような感じで売ってるんですけどまたちょっとねやっぱりテイストがね、はい、アメリカなんでね、はい、あれは本当に店内は本当に日本でしたね。うん、まあ、店員さんはもちろんあの外国の方ですけども、いやいいですね、めちゃくちゃうまいです。ということでちょっとねしばらくゆっくりしてセントラルパークね散歩しつつ帰りたいなと思います。ニューヨークせっかく来ておりますんでねちょっと散歩道でも歩きながらホテルね帰りたいと思います。この休憩スポットもめちゃめちゃいいですね。うん、これなんかオープントゥーパブリック的な感じであの椅子とテーブルがねいろんなところに置いてあるんですけどもそこら辺の屋台で買ってここら辺で食べてもいいですね。うん、まあプラザホテルにはねフードコートがありますんで、まあ、そこ結構ねあのいろんなレストランだったり有名なロブスターのサンドだったりも食べれますんで、まあ、そこで食べるのもいいですね。うん、それ以外なんかあるかな、食べるところはそんなもんですもんね。うん、まあ、そんな感じですかね。まあ、このセントラルパークにもねホットドッグのナンバーワン決めるネイサンズのホットドッグとかもねここにありますんで、まあ、そこで買って食べるのもいいですよね。うん、わざわざあのコニーアイランドの方まで行かなくてもこのマンハッタンでねホットドッグ食べれますんでね、それもいいと思います。はい、ということでちょっとねしばらくゆっくりしつつセントラルパーク散歩して帰りたいなと思います。で今座ってる位置からのこれプレザーホテルなんですけども、これ残念ながら正面の景観あれなんですね、ホテルだけ入らなくなっちゃったんですね。あの後ろにね細長くなってる建物あるじゃないですか、あれもね新しくマンハッタンにできた新しいビルなんですよね。確か世界一薄いだかなんだかの異名を持つビルだと思うんですけど、細さやばいですね先端の方の、徐々にねあの細くなっていくみたいなそんな感じなんですけども、プラザホテルを正面に見た時のねところに入ってきてしまうんですね。これはちょっともなんていうか残念ですね。はい、という感じで、ゆっくりしつつホテル帰りたいと思います。ちょっとね散歩しつつホテルに帰ってきました。ちょっとですね先ほどあのプラザホテルのねフードコートの話をさせていただいたわけなんですけども、残念ながら今はクローズということで、これ去年の11月とかに来た時も確かクローズしてたんでちょっと再開のめどは立ってなさそうですね。うん、ちょっと残念ですけどもちょっと訂正させていただきます。今プラザホテルのフードコートはねやっておりません。そこはねロブスターロールとかねあの有名なところもね結構入ってて人気のスポットで、またねお手洗いとかも使えた場所なんで結構良かったんですけども、残念ながら今は使えないっていう感じになります。ということでぼちぼちねパッキングしてチェックアウトねしていきたいなと思います。で今回ねちょっとチェックアウトの時にね聞きたいこともありますんで、最後の締めはですねホテルの外でね撮影したいと思います。ということでパッキングしましょう。もう一泊しか来てないのに結構物を出してしまったんでちゃちゃっとね片付けたいと思います。ではチェックアウトしていきましょう。いや
個人的にはめちゃくちゃ良かったですね。あとは最後のチェックアウトの時にリゾート料金がどうなるか、これでちょっと変わってきますね。はい、ということでチェックアウトしていきたいと思います。ということでチェックアウトいたしました。なんとですね、はい、リゾート料金もかからない、そしてなぜかわからないですけども、昨日のね、あのハンバーガーとビール、あれで40何ドルで足出てるはずなんですよね。あのホテルクレジット35ドル分でしたっけ、もらいましたよね、まあ、それでねもらえて、まあ、それを使ってあのロビーラウンジでハンバーガーとビールをいただいたわけなんですけども、あれのねコストが46ドルっていうね、来てるんですよね。で36ドルの、フード&ビバレッジクレジットがね入っているんですけども、間違いなくね47ドルの請求が来てるんですけど、それの額、あのフード&ビバレッジクレジットの額は、額は36ドル分しか来てないんですけど、まあ、10ドルぐらいね足出てるんですけど、ちょっとこれ写メ撮ってこれに出しておきますけども、ちょっとわからないんで、もしわかる方いたら教えてほしいんですけど、はい、10ドルぐらいね足出てるはずなんですけど、請求額は0円ということで、0円で利用することができましたということなんで、このホテルは、36ドル分のホテルクレジットがもらえて、なおかつ朝食も無料で利用できて、まあ、ラウンジはちょっとねやっておりませんけども、ポイントで宿泊した場合でもですね、あのリゾート料金も取られないということで、いやめちゃくちゃいいですね、めちゃくちゃいいしかもこのホテルね本当に大きいんで、まあ、あのこういったねロビーとかもね座るところがあったりとか、お手洗いとかもね奥にあったりしますんで、非常にね利用しやすいです。今回ね初めてこのヒルトンミッドタウンね利用させていただきましたけども、いやね、まあ、確かにホテルの設備自体はねそんなに新しくないのと、まああの客室ルームはね多分あれ改装1回されてんじゃないかな、結構綺麗な方だと思うんですよね、はい、バスルームはねちょっと改装されてない感じがあって、まあ、ちょっとねあの古い感じはいたします。ですけども、まあ普通に利用する分にはそんなに不便は私感じなかったんで、まあいいんじゃないかななんていうふうに思いましたね。で今回ここ8万ポイントで宿泊させていただいたわけなんですけども、まあ今ねあのラウンジやってるねマリオット系もヒルトン系もまだねラウンジやってるところほとんどないので、まあそういう意味ではですね、はい、フード&ビバレッジクレジットね付与していただけるっていうのはかなりありがたいですね。でこれで朝食はないんだったらね、まあちょっとまたあれなんですけども、朝食もねフルブレックファーストだいたいいくらでしたっけ、60ドルぐらいでしたよね、はい、それが利用できるっていうので、いやここめちゃくちゃいいですねあの思った以上に良くて大満足でしたね。うん、ちょっとこの前ねコロナとミッドタウンね隣の全室スイートホテル、スイートルームのホテル宿泊しましたけども、あそこが9万ポイントなんですよね。でここは8万ポイントなんですけども、まあ、向こうはね朝食なくてフード&ビバレッジクレジットのみ付与っていう風になりますんで、まあ、私はパンケーキだけね食べれて、まあ、無料でね利用することができましたけども、いやー全体的にはどうでしょうかね、うん、まあ、スイートルームということでめちゃくちゃ広かったので、あのその分はねちょっといいかなっていう思う部分はありますけども、まあ、こっちのホテルもね狭いかって言われると全然狭くないんで、うん、スーツケース2人分広げても全然いけるぐらいのねスペースありましたんで、まあ、そういう意味では全然いいんじゃないかなと思いました。いやー私はねここ気に入りましたね、ぜひねまた次クラブラウンジがね再開した時にねまた来たいですね。はい、ということで今回ねヒルトンミッドタウンね一泊お世話になりました、まあ、今回のはねこれで終わりたいなと思います。ぜひねあのコメントねいただければなと思います。ということで今回のはこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。You're trying to stay strong and fake a smile until I look